OK です。じゃあいいですか。始めますね。はい。皆様こんにちは。ママイメラジオの竹岡のぞみです。ママイメラジオは全国のラジオ局でママの多様な生き方を発信する国内初のラジオ制作コミュニティです。しばらく時間が空きましたけど、今日はですね、ママイメラジオの第1回の放送の時に一緒にご協力をいただいたアースフォトグラファーの辰野口奈美子さんにゲストでお越しいただいてます。辰野さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、初めて、ラジオメンバーじゃない方をゲストにお迎えする第1回ということになります。すごい、いいのそんな。はい、大丈夫です。じゃあちょっと辰野さんのちょっと、自己紹介をちょっと軽くお願いしてもいいですか。日本語で。そうだよね。そうですね、日本語でお願いします。アースフォトグラファーの辰野口奈美子です。はい、カメラマンと動画クリエイターと、食育を教えています。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、辰野口さんはですね、海外とかにもいろいろ行ったりしていて、英語もいろいろされてるってことで、ちょっと英語でも自己紹介お願いしてみますか。いつも言ってるやつ。いつも言ってるやつお願いします。はい、これ音入ってるよね。なんか私今大丈夫。はい、はい、私の方大丈夫です。Hi, hello everyone. My name is Namiko. I'm a photographer based in Tokyo. I do nature photography, for example, wildlife, northern lights, and portrait as well. And I also do videography, and I teach cooking and how to make video by smartphone. Thank you. Thank you. Thank you. ありがとうございます。はい、はい、海外の人も聞いてたらいいなという思いで英語バージョンも聞きました。はい、はい、今日はですね、テーマとして、今だからこその、オンラインでできる、活動のこと、はい、はい、ちなみにですね、今始めてあげるすることができるんですよ、一緒に話す方ね。すごいよね。はい、なので家にいながらにして、そのアンカーアプリをですね、辰野口さんとこうちょっと連携して、電話をかけるかのように、今収録してるような状態になってます。本当だよ。びっくりだよ、すごいですよね。これもオンラインの可能性の一つだと思うんですよね。そう、そうそう。で、しかも、これを、収録する前に、これはもうすぐこに録音されてしまうので、事前打ち合わせということで、今、辰野さんが千葉ですかね。はい、千葉です。千葉で、私、横浜に住んでるんですけど、オンラインの会議アプリっていうのは、ズームっていうのがあるんですけど、それで、今、顔を合わせながら、ちょっとどういう話をするかっていうのをした後に、このアンカーのアプリを使い、ね、収録してるっていうような状況になってます。いや、私はこの Zoom で話してる状態を今画面収録でパソコンに保存してるから、はいはい、この様子を後で少し YouTube とか Facebook とかでこういう風にラジオをに参加できましたみたいなのができるかなってちょっと思ってます。なるほど。もう同時でこれがもう2問作にも3問作にもそう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 なってるっていうような状況なんですね。そうそうそう、見せ方の角度を変えるっていうか、ね、みんなそれぞれ、ね、うんうん、違うもんね、使ってるデバイスとかさ。そうですよね、うん、もう本当にいろんな音声配信アプリね、このアンカーですけども、サポティファイでしたっけ、スポティファイ、スポティファイ、スポティファイとかがあるとか、うん、ボイシーっていうね、ね、はなんか本当にいろいろ探すといろんなものがあって、多分どれぞれねちょっと違うと思うので、やっぱやり方によってどれがいいかなっていうのは多分いろいろ見てもらうと自分に合ったのがあるのかなと思うんですけど、ね、はい、で一応ママイムラジオとしてもやっぱり今のコロナの感染対策ということで、まあ、やっぱりいろんなところにたくさんの方が行くっていうのはちょっとやっぱ危険だなっていうことで、
本当に、今まで企画会議というか、その当日のラジオ以外のところは、こういうそのオンラインアプリの Zoom っていうのを使って、うん、話し合った上で、当日ラジオ局に行ってみんなで話すっていうことをやってたんですけど、うん、当日の配信も、このオンラインの Zoom で使ったものを、こう収録したものを当日流してもらうっていうような配信をちょっと今年、今月チャレンジしてみようかと思っていて。もはや行かなくていい、渋谷に。そうなんですよ。行かないで、配信できるっていう。すごい。音声を送って、うん、動画ですね。動画、はい、ズームとかで撮ったやつを、うん、送って、うん、放送してもらうっていうことをやってみようかと思って。わあ、すごい時代だ。はい、なのでちょっとやっぱそういうことを私たちも、うんうん、そういう可能性があるっていうことをお伝えする使命というか、ね、っていうのもありま、ね、あるのかなと思ったし、うん、しかも、まあ、家にいることが多くなるので、うんうん、まあ、何かしら面白いコンテンツだったりとか、うん、内容とかっていうのは変わらずやっぱり作っていきたいっていう思いもあるので、うん、いろいろチャレンジと思ってやろうと思ってます。それは TikTok ですか？はい、 TikTok です。 TikTok ダンス部ちょっと入部しようかな。はい、まあはい、TikTok って、まあ、知ってる方は知ってると思うんですけども、うん、結構まあ若者を中心に、なんだろう、60秒とかで短い間でこう動画を作ってこう配信できるっていう、うんうん、アプリなんですけども、そこでもオンライン TikTok ダンス部みたいのをちょっと私個人で作ってみて家にいながら運動不足を解消しようっていうことで、ね、だってパジャマで踊ってたよね。超可愛かったパジャマ。はい、ありがとうございます。ちょっと辰野口さんにもどうですかっていうことをご紹介したので、もしかしたら辰野口さんとパジャマで踊ろう。パジャマで。パジャマで、ね。パジャマ。家にいながら。家にいながら。うん、パジャマで配信できる時が来るかなと思います。じゃあ辰野口さんの今じゃやってるちょっとオンラインで質問教えてもらっていいですか？オンラインでは、まあ、スマホで簡単動画編集っていうのをもともとそのリアルで東京とかでやってたんですけど、やっぱり私がその、まあ、画面を皆さんのスマホを見ながらここをこうやって押しますよとか、でももともと資料も用意してて iPad で、でカフェでその iPad のキーノートで作った資料を見せながら、そのある程度のことは基本は全部教えて、それでじゃあ撮りに行って、はい、でそれを編集しようっていうのをやってたので、はい、なんかオンラインでもしかしたらそのままできるかもと思って、この Zoom で、うんうん、で Zoom の画面共有というのをして、で私のその資料を出して、でそれでまず説明をする、うんうん、で撮り方っていうのは結構その場ではちょっとまだオンラインでは難しかったから、私が撮影した元々の動画をそのクライアントさん、はい、生徒さんに私事前にダウンロードしておいてもらって、はい、みんなが同じその動画を編集するっていうのをやってみたの。でその編集画面とかも共有できるし、でそうしたら意外とできて、でしかもその今までは私の生徒さんに存在していなかった地方の方がの参加者がほとんどだったんですすごいと思って。そう。あと他にもどういうチャレンジしてますか？あとは、うん、オンライン飲み会オンラインワイン会、そうそう、これも LINE のオープンチャットっていうのがあって、でその LINE のオープンチャットで、今200人くらいがそのワイン好きな人が集まってて喋ってるのがあって、でそこでオンラインでやってみたいって言うから、私 Zoom でいろいろやってるからやりましょうって言って、でオンラインワイン会をもう今毎日4月入って毎日やってるんだけど、でそうしたら結構いろんな人がやっぱ Zoom って何とか、やったことないとか、あ仕事では使ったことあるけどっていうので、そう入ってきてくれて、だから知らない人と家にいながらワイン片手にまあ、おしゃべりするみたいなのをやってますね。
いろんな可能性がありますね。まず、娘が後ろじゃないでしょうか。ちょっと、ね、家でいる活動が多いので。でもこれもいいよね、その親子の時間っていうか。うん、ね、泣きたい時は泣きたい気分なんだよ。そうなんだ。今ね、アイスを食べたいと後ろに行っていて、もうご飯だからちょっと待ってくれって言うので。ご飯食べたらアイス食べれるよ。はい、もう3時からだよって言って、並べとくって言って。ママだ。あとはもう一度、なんか今やろうと思ってる、なんかこともう一個あったら教えてもらっていいですか。ね、一応その、まあ、海外いろいろ好きで行ってたっていうのもあって、はい、まあ、外国人のお友達とかも多いので、はい、その外国人のお友達とか、まあ、今向こう、うん、何、あとハロートークっていうアプリがあってね、ハロートークっていうアプリだとその英語を文章を例えばこう、はい、投稿したらそれを世界中のネイティブの人が直してくれるの無料で。これ超画期的で、ハロートークって検索すればいいんですね。そうそうそう、うん、でそれで例えば仲良くなった人とか、うん、なんかこう、まあ、今みんな家にいても何もすることないってつぶやいてるの、うん、でそういう人たちとつなげて、うんうん、なんかこう日本人の人が、私ツアーガイドみたいなのもやってるんだけど、うん、それは海外の人のツアーがあるんですか。そうそう、インバウンドで海外から日本に来た人を日本を案内するっていう。なるほど、そういうガイドをしたんですね。そうそう、写真の撮り方も教えたり、家族写真撮ってあげたり、うん、通訳したりっていうのをやっていて、うん、でそこでやっぱ、うん、その地方行って、まあ、東京でもだけど思うのは、うんうん、日本人の人が本当に英語に慣れてなさすぎるというか、もうノーノーノーみたいな、もう喋れないから何も言えないからって、うん、なっちゃってるのを目の当たりにして、少しもうちょっとこう、うん、一般の人と喋れる機会っていうのがもともとないから、うん、日本にいると、うんうん、それがもしオンライン上で、うん、まあ、やりたい人がいればね、うん、できたらいいかなって、お互いに。はあ、なるほどね。そうそう、それをちょっとやってみようかなっていう状況とかですね。そう、でもまだ考え中だから、ちょっとやりたいっていう声がいっぱいあればやりたいと思います、うん、なるほど。そしたら、まあ、今後もしかしたらそういう活動が見れるかもしれないってことですね。ね、なんかでもこれ前から思ってて、その一般の人と、はい、なんだろう、喋る一般の人の英語って結構難しいんで、はい、私も難しくて、すごく早いし、地方によって方言もあるし、うんうんうん、だからそれに1日少しでも5分10分でも話せる、はい、会話できる、で会話が多分通じ合わないと思うから、うんうん、そうそう、その辺をまた Zoom のホワイトボード機能とか使ったり、うん、ああそう、ね、Zoom ってアプリにはいろんな機能が、ね、そういろんなのがあるから、もう今検証、そう、ね、やり方をちょっと2人で検証してるっていう、そうそう、毎日検証中。そうそうそう、なんですよ、ね、なんかそういうのもね、ちょっと配信お知らせできたこととかお伝えできる場があればいいですね。ね、一応検証結果はノートと YouTube に載せようとは思ってるて、はい、じゃあ辰野口さんの、そういう情報を見るにはどういうふうに検索すればいいですか。なんだろう、基本的にアカウント全部ナミコジャパンにしてるから、ナミコジャパンで何かしらが引っかかるかな、はい、インスタとかツイッターとかノート、ノートは何だろう、はい、うん、探してとか言う。ノートはですね、どこから見れるかな、ノート今ちょっと開いてる、でもタグにナミコジャパンは入れてる、アットマークでローマ字でナミコジャパンで、うん、見ていただくと辰野口ナミコさんのアカウントが、あって、いろいろなインスタとかいろんなボイシーとかアカウントが全部書いてあるので、よかったら検索してみてください。ぜひぜひ、はい、はい、じゃあちょっと、これからいろいろ実証検証していることとか、うんうん、またいろんなオンラインでできる活動なんか今後もね、ちょっとお伝えしていけたらいいかなと思いますので、ね、皆さんどうぞ、はい、よろしくお願いします。4月はみんな家にいようっていうことで。そうですね、できる限り、できる限り、ね、はい、はい、それでは、アースフォトグラファーの辰野口奈美子さんでした。本日ありがとうございました。ありがとうございました。はい。すごい、面白い、めっちゃ面白い。
うん、ありがとう。わー、楽しいね。ね、ぜひぜひ。そうだね、そうだね。ね、これで多分4月にやっとけば5月から多分それもいっぱい使えると思うんだよね。リアルに会えるようになってからでも。ね。使える使える、絶対。うん。ねえねえ。ママ、ママ頑張って。はーい、バイバイ。はーい。